今やってる時間？え、違う。ああ、これ流してる時間？おそらく夜中。ああ何の告知もなく、あ、でも、はい、なんでかっていうと、まだやりたいからでいい。そう、もう市場でしかで、みんなに見てほしいから。そうね、さっきの言い訳をここで実現してみよう。そうそう、あの4人でやった時、やっぱ青がダントツ強くて、うん、グレー本領発揮の強みだったから、うん、で、まあグレーの強みはタイマーやということで、はい、トーナメントでいきたいと思います。だから絶対的に1対1 で、勝ち残りやから、そうね、ちゃんと結果も出ますと。そう、もうほんまにみんなタイマン勝負ですからね、うん、これでいい、これでいい、うん、気負ってるやついるんやから。いつめナイス、誰作ってるの、ありがとう、ありがとう。あ、1ゲスト、これね、とりあえず最初1人が選んでいくから、でもゲスト4あるから、もう あくからピンクでいいの、青で、これだ、後で選ぶ感じだから。そう、まあ、あれやな、どういうこと、とりあえずキャラを4体今、そうそう、選んだりね、人コントローラー選ばなかった。 あ、これ、それでもなんか私もあ、いけてる、あ、じゃあ別に、うん、じゃあ誰がいい、ゲスト1、じゃあ1番、ピンク、これ行こうけ、選んでいいよ、いつもの。うわ、これめっちゃ大事やんだ、大丈夫、だもうだって選び直しできんから。そうなの、そうやで、だって1回、そんなんどうしよう、1回勝ったら次の決勝もそいつやからな。俺クッパ、おお、クッパなる。はい、2、2は山川、山川、俺じゃあ押していっていい、うん、あ、そっか、こう見たら俺後で選ぶのが強いな、そのキャラ見て、色、色、出身リンク、リンク、大人のこれ、はいはい、ちょいちょい、ウィーク、あ、これめっちゃ悩むよね。いや、大事よ、全部なんか違うもんな、その種類が、うん、これ、いやちょっとロイか、あやめてくれ、ロイ強いな、でもみんな多分言ったじゃん、リドリーや、いや、うざい、うん、リドリーやったら多分やけど、青と黄色が復活できん可能性あるから、ある、どういうこと、あの戦場から落ちて、そう、這い上がってこられる、このスマッシュ技は結構端に落として復活技できんかったら結構もう終わりやね、山川はさ、うん、自分から無理やんか、そうやね、私の場合操作できんからっていう、ちょっとだからそれはそれで、ね、もうそれ当たった人からと思ったら作戦やな、それ、うん、うん、でやったら正々堂々ロイで、お、わお、それで勝ったらかっこいいよ、うん、そうですよね、うん、じゃあ始めたいと思います、はい、はい、私がいろんなことをしてたんやった、でこれちょっと一回組み合わせ選んだ順になってるから、一、うん、回シャッフルと押すわ、うん、押して、で押したらでも文句出して始める、うん、はい、はい、じゃあシャッフル押します、はい、じゃあせーの、ドン、あーお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 ーいいじゃない、でもいいな、いいね、どっちが一緒のやつが、うん、まや、じゃあ始めます、はい、コントローラー設定しなあかんから、かっこええやん、あ、すげえ、かっこええやん、こういう映像撮りたい、え、どういうこと、4人でやるんじゃないの、いや、ちょっと待って、2体前に、そう、勝ち残りよ、だから、ワン、ワン、グレー対、あ、1P やから、私たちや、そう、これをじゃあちょっと設定、あ、私4人しちゃった、やめてよし、よっしゃい、うわっ、じゃあ青はゆっくり見ましょう、はぁ、緊張してきた、あんだけ俺、叩いてるからな、これ負けてないですからね、え、待って、私どっち、青、私青ですね、オッケーオッケー、渡してくださいませ、あ、似てるな、お二人、剣士同士やな、うん、剣士って感じ、あその下からやるやつな、ロイとかに振り染める、あ、やだやだ、いいね、持ってきて、この4人の時とはやっぱ違う感じで、えぐいやん、今私が、危ない、今
今私がなんか言うでなんか赤い血みたいな走ってたよ。なんだよおーよっしゃもっとダメージくらい。あーいやー、ま
がとう。結局こうなってくるんですかね。よし、まあそうね。山川はやっぱ素晴らしいっぽいから団体戦勝ったけど。まあな。叩き方しかなかった。こうじゃなくて2部音鳴ってたもん。指先で音しかない。いや音鳴ってないと思う。ああ、なんかこう、そう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 、それぐらいの歓迎する気ないやん。顔だけ一枚やもんな。山川かわいい、顔ほんま一枚やからな。さあちょっとここで勝てば俺の虚言癖は撤回やな。そうね、そうや。なんか俺虚言癖みたいになってるやろ今。黄色コントローラー貸して。あ、はい、どんどん。ちょっとゲーミングのコントローラーで。こっちで行こう。あ、まあお互いね。そうそう、お互い同じコントローラーで。なって。よっしゃ。そういう意味ではね。行きましょうか。どうぞ。よっしゃ。さあ。よしよしよし。始めましょう。さあどうなる？それは。うわうわぁガンドな、ガキャン食らうねんこれ。ガキャン。あーちょっと痛そうかも。痛そう、うん、うわうまい。おい、燃えてる燃えてる。わぁここくっかりしよう。ダメだ。左やぁ。そのショーからクルフが好きやねんな。ってなってくると、
も天使でもう一回これでクラウドはちょっとちゃうと思うね、うん、俺個人的にロイとクラウドはまあまあまあ割と俺剣士結構得意、はい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 、そんなとこある、はい、だがやっぱりちょっともう一戦確実に勝っていきたいと思うので、はい、やろうな、やろうな、やろうな、そうやと思ったわ。次どうやって選ぶの？なんか山川押して多分あこういうことなの。そうで俺か次選ぶの、うん、うわどうしよう、あむずいな、絶対対マンやもんな。そうやん、そこも大事やねん。そうやん、対マンのカービィあんま強くないんだ。あうわ二択やな、リトルマックか、いや俺は君だ、お姉さん、お姉さん、お姉さん、マヨネーズみたい、魔界お姉さん、私魔界から腕出すからそうなんよ、そあなんかさ、あ、これいやいや、普通に選んで選ばれるの、待てな、待てな、お名前なし、ちょっと待って、あんか、私、どうぞ、はいこのどうぞは優しい、優しくないな最後にやめてから全然いいやから、全然様子見やから駆け引きやる。ただなんかさ、このピンクとグレーってさ、いろんなキャラクターでやってるから迷うと思うや、うん、私さ、もうシモンかリンクしかさ選択肢ないねんひどい白すぎんねん女子でシモン選ぶなんだからさ、ちょっとどうしようかな、このカオナやついくかな、あと、あと、あったトレーナー人やった。え、違う、ビーフィットトレーナーは青がちょっと得意だし、そうや、なんか使ったよな、うん、何が強いかよ、分からんけど、間違いない、あのヨガポーズでちゃんとやって、どうしよう、ゼルだ、でもな、本物の出身ってゼルだよね、確かにな、あ確かにな、あそうそう、黄色が結構な、見た目で選びがちやとか、あそうなんですよ、その割にシモンほんまに分からへんマリオは絶対選ばん、シモンほんますごいぐらいなんかさ、ゼルダ最初ゼルダがなんか可愛い、うん、なんか可愛いか選んでみたいな、うん、でピーチ出た時ピーチ絶対出てみたいな、可愛いからみたいな、結構見た目重視ですもんね。でまあリンクでちょっとスマートな感じで、はいはいはい、強いの、うん、まあやっぱ綺麗めなとこ選んでるな、攻撃の仕方も綺麗ですよね、うん、知らん間にパーって見たら使い手もう一人増えてシモン、シモンゴリッゴリッゲイの全然分からへん、どうしよう、あ、犬と鳥、出た出た、犬と鳥や、犬と鳥や、犬と鳥、そんなことある、あ、いいよ、あ、分からへん、名前なしで、ちょっといい、さて、青は何を選ぶ、私は結構注目でも、あれやもんな、あ使ったことあるっていうか、やったことある、この子得意なんですよ、ハクドルマック、結構白熱の舞台でやりそうだな、これはハクドルマック使いやすい、じゃあこれシャッフルします、さっきと一緒やな、さっきと一緒やな、あじゃあもう一回行こう、せーの、これどうですか、うわっ、あ、一発目、ね、あ、いいじゃん、いいじゃん、これにしよう、いいですね、よーい、スタート、さあ、これな、ジョキーン、はじまら、押してるで、おいー、行きましょう、行きましょうか、あ、コントローラーこっちでね、こっちでやる、ラウンド1、うわ、ちょっと待って、初手からこれか、お互い闇、いいな、闇闇闇しいな、なるほどな、分かってるやないか、スイッチ、あ、これいきます、オッケー、行きましょう、よいしょー、1戦目負けたらな、やる、なんか癒すよね、めっちゃここで勝ったらマジでほんまに来るばっかりやけどさ、やっとスマブラの世界へ、そうなってくるね、夢の果て、よしーい、蝶々みたいなのになったで、今すごい、足か、なんかリュウクみたいな、めっちゃ綺麗、美しい、美しい、うわほんまや、え、誰、僕、美しくない、うん、すごく、私リカちゃん出てるやん、そうやね、まずい、鬼本リカ絶対にね、この前ビッグマンチョコをさ、やったらさ、鬼本リカのケースバージョン、そう、めっちゃリアやで、やばい、やばい、殺せる、あーリザードン、リザードンではない、ほんまにおるか、リザードン、リザードン、まあ確かに、わっすげえ、床からなんか出てきた、めっちゃ綺麗な戦い方するな、めちゃくちゃ気に入ったんやけど、ニコロビンみたい、うん、確かに、よし、これだ、あぜ、危な、あ危な、危な、危な、こっちも、よっしゃ、もらった、もらった、もらった、でかい、すごい、あー、うわー、
違うわ。オレンジこれでまた絶対違う。
やな。だいぶ不利。これ不利やな。だいぶ不利よ。ダメージ与えてからじゃないもんな。でもちょっと好き。いやちょっと俺少しもこれ結構。相性悪い。相性悪い。おお。青ちょっと早い系使ってやるんですよ。ちょっとよしみたいな。いやそうそうそう。背面起き上がりしてきたよ。ポン。あ、びっくりした。やばい。すごいすごい。マイカタ。マイカタ。うわあ！え、来た。すごい。やった。すごいぞ。おめでとう。ありがとう。後ろのおっさん絶対いないやん。絶対いないやん。若者顔で買ったマッチングお前何もしないからな。これ絶対 YouTube で最高って言う。もういやよ。やった。おめでとう。どっちか。青がまさかの勝ちましたね。すごい。あなた団体も個人も強いじゃないの。うん。甘い。どっちが強いの？いやそうかもな。なんか山川くんと似てるんか？属性は。似てる似てる。剣とか使うやつよりパンチ系か。うん、もう素手で戦う。賢っこいな。わあマジか。おめでとう。おめでとう。ということで、青が多分強いのスマブラは今とも。一番練習してた3人がいる。誰かは強くあれ。ちょっと逆に言うと、優勝同士の青とグレーがまた。あ、そう。そうね。いいよ、戦い。はい。そっか、当たってないもんな。どうなるか。はい。はい。まあ、そこは楽しみで。はい。はい。はい、ということで、夜中に見てくれてありがとう。ありがとう。もしかしたら。前で一発目に負けて全部挑んだやつで一発目に負けて勝つと思ったんやけどな。はい、ということでスマブラはこれで今日は終了です。はい、おやすみ、おやすみなさーい。おやすみ、本当のおやすみ。